アトレチコのアスピリクエタ獲得の噂楽しみですね。だって3バックの一角アスピリクエタに任せられるし、ウィングバックもできるし、4バックに戻すときもサイドバック両サイドできるから。でスペインでしょ。でフィジカル的に年齢で落ちてっても、まあプレミアよりはそこの強度とか、あと試合数も少ないしね、ちゃんと休めるっていうのもあって、もうトリピア出してアスピリクエタ補強できたら最高だと思いますね。あとはセンターバックで4バックの1枚任せられる選手をリーグワンとかどっかからまあ4、50億ぐらいで取ってこれたらみたいな、まあその4、50億をどう用意するかですけどね。あと1個の場合、あと何人か売ってね、給料のね、あのパーセンテージ、ラリーガのサラリーキャップもクリアしなきゃいけないからね。でチェルシーからしたらね、アスピリクエタ取られたくないけど、現状ね、怪我人とかが多くて出られてる感じだから、あれがね、あのリース・ジェームスいて、クリステンセン戻ってきてみて、全部戻ってきたときにアスピリクエタの実力と出番の数が合わないでしょ。アスピリクエタがしょぼい選手ってみたいな、アスピリクエタがいい選手なんだけど、チェルシーのスカットだと、まあトゥエルがいろいろ回してはくれるんだけど、絶対的な存在になれないじゃん。だけどアトレチコだったら絶対的な存在になりますからね。賢者は歴史から、敵味方関係なく学べ、一から資料前に進んだ時、神頼みより自分頼み、自分じゃどうにもできない、どこまで突き詰めてからの神頼み、さあ振る舞いに詰めろさ。フレスカルゴーダミネスカルゴー、キュートを織り出して打ち立てるよ。